はい、こんばんは。はい、こんばんは。始まりました。こちらはカプラアクアの配信ライブということで、今週の、アクアリウムショップ週末セールということで、週末セール情報をね、お知らせして、皆さんとね一緒に見ていきたいと思います。早速なんですが、ちょっと早速やっていきましょう。まずですね、まず、あ、画面間違えた。こっちだ。あ、高橋直樹さん、こんばんは。ちょっと今日は早い時間に やらせていただいてます。あ、市村さん、早いですね、もう1週間経つんですね、ってことで、こんばんは。本当に早いですね。最初ちょっとストリームの、ストリームの画像を出しちゃいましたけど、すいません。間違えちゃった。ちょっと慣れないもんで。ですね、今週末のセール情報をちょっとやっていきたいと思います。今週末は、まあもう4月ということで、4月1日ですね。4月1日と、2日の土日の、まあ、セール情報ということで、ツイッターをね、主に、巡回して、僕は勝手に情報を搾取して、で、勝手に、セール情報を公開するっていう、勝手気ままなコーナーなんですけど、一応毎週やらせていただいてます。で、今週のセールなんですけど、店舗が2つオープンするということで、セールやってます。で、まあ、関東近郊ということなんで、1つ目が、シュリンプ専門店のジャストギークさんっていうのが、4月1日にオープンするということで、で、こちらは、ローキーズさんの、まあ、関東の店舗ということで、場所がですね、大東区の上野に、オープンするということで、Google マップで言うと、本当に、上野ですね。完全に上野駅。かっぱ橋の近くなのかな？そうですね。上野降りてすぐっすね。うん。上野の、美術館、森の美術館とか、上野のパンダで有名な動物園の反対側っすね。まあ歩いて5分か、歩いて10分ぐらいかな。10分ないかもしれないですね。で、まあ、そこに、シュリンプの専門店かながオープンするということで、1日と2日でオープニングセールってことで、整体、店内の整体 20% オフで、グッズが 10% オフで、インスタフォローでさらに 5% オフ、ツイッターフォローでさらに 5% オフ、合わせてこれ重複するってことで、合わせて最大 30% オフのセールをやるといった感じですね。これ店舗内の感じなんですけど、まあ、上野駅から徒歩10分というような感じで、駐車場この辺ね、上野駅周辺ないんで、コインパーキングとかめちゃめちゃ1時間高い、1時間いくらだろう、30分600円とかめちゃくそ高いんで、まああれなんですけど、電車で行った方がいいかもしれないですね。でもまあエビとか買うならやっぱり電車で行くとね、あの保温ボックスみたいのも、持っていけないから、車で行けるといいんですけどね。まあ、コインパーキングは多分あたりに乱立してると思うんで、うん、そのあたりでね行けばいいかなと思うんですけど、付近の駐車場とかちょっと検索してみましょうか。駐車場めちゃくちゃありますね。まあこの辺の駐車場に停めて、で、なんかこう、上野で観光して、で、帰りにエビ買って帰るっていう。家族サービスしながら、自分の欲求を満たすっていうね、最高のプランができると、ここの上野に行くことでね。はい。まあ、そんな感じのセールをしてます。で、あと、横浜の、金魚本店、移転セールということで、横浜金魚さんっていうところの店舗が、
移転するということですね。金魚を買う、金魚が好きな方には、もってこいのセールということですね。はい、横浜金魚さんってところで、これがまた1日2日週末ですね、店頭で整体 20% オフ、うん、安いで、2000円以上買ったらステッカープレゼント、うん、それとジクラウォーターベニッシムっていうのを1本800円で特価で販売するっていう、これみたいなんですけど、これはちょっと僕わかんないんですけど、何の商品なんですかね。ジクラウォーターベニッシモ B シュリンプ用っていうのがあって、遠赤外線ボール用甲殻類によって取って水質の維持はとても重要なことです。海洋性珪藻類、珪藻土はろ過バクテリアに必要なミネラル、アミノ酸、微量元素などが含まれており、エビにまあ最適な水を作ると、でカルキ抜きもやってくれるっていうことで、なんか水質との整える、エビ専用のね、添加剤みたいな感じですね。こういうのがあるんですね。まあ、これが特価で売られるということですね。1本、1800円ぐらいで Amazon で買えるんですけど、それが、なんと800円で売られるというような感じですね。のセールをしてるといった感じみたいです。で、あと、金台ですよ。金台。我々の金台。東京都民の味方、アクアショップ、金台。僕らの金台ですね。僕らの金台、今週末もセールしてます。5% オフ。あと5000円以上買い上げで 10% オフ。まあこれ、あの ADA の水槽とかも買えちゃうというような感じですね。なんで、2日限り、日曜日限りでこんなセールしてますということで、クレステッド月光リリーホワイトっていう爬虫類が21,780円、オスって書いてありますね。で、ヒョウモントトカゲモドキ、モルフ様々、5,478円、これ安いんですかね。ヒョウモントカゲモドキ、多分この僕のチャンネルを見て、爬虫類やってる方いらっしゃるんですかね。あ、時計みかんさんこんばんは。今週末の週末セール情報を、やってます。喉の調子もね、ようやく戻ってきたんで、配信しております。で、今、2店舗ちょっと紹介させていただいたんですけど、シュリンプ系のお店と、あと金魚のお店ですね、が、今週末セールするってことで、まあ、それをお伝えしました。で、今やってるのは金台ですね。我々の金台。落としんネグロは3匹で878円、これ爆安ですね。爆安、このネグロ爆安なんですよね。本当に全然買えないんですよ。並んでも買えない。だからもう朝一番に行かないと買えないぐらい人気のネグロちゃん、3匹で878円、安いですね。この落としんネグロ、なんだかんだ2回ぐらい、買うことができて、うちも6匹水槽に入ってます。あと、イエローストライプシュリンプ5匹で658円。なんか、可愛い名前ですね。イエローストライプシュリンプっていうエビがいると。ちょっと調べてみましょうか。イエローストライプシュリンプ。イエロー、チェリーシュリンプのイエローストライプ版ということでいいのかな？ね。多分ね。なんか黄色いエビですね。イエローチェリーシュリンプとどう違うんだろう。僕はあんまシュリンプ詳しくないんでわかんないんですけど、改良品種らしいです。1匹850円。
高い、結構高いっすね。あ、ストライプ入ってる。エビに。背にストライプ入ってますね。すげえな。こんなエビ作れるんですね。はぁ。はぁ、とか言って。が、5匹で658円。1匹850円ぐらいするものが、5匹で658円。何度も言ってます。何度も言ってますけど、めちゃくそ安いですね。あ、コメントありがとうございます。高橋直樹さん。金台。生態は日曜日だけ。日曜日は仕事だし行けない。かっこ泣き。ということで、かっこ閉じですね。仕事なんですか、日曜日。いやー、お疲れ様です。どんな仕事されてるんでしょうね。日曜日仕事。そうするとセール行けないですね。本当に。僕は、日曜日以外が仕事で。年末年始もなくて、祭日もなくて、1月1日もないんですよ。日曜日のみ、暦通りの日曜日以外、会社がやってるっていうね。本当に困った職場ですよね。そんな感じで、日曜日だけお休みの僕と、対照的な、高橋直樹さん、日曜日は仕事だということで、時計みかんさん、金台行きたいんですが近くに店舗ないんですっていうことですよね。関東しかないですもんね、これね。埼玉、神奈川、東京ですかね。あと千葉にあるのかな。うん、そうっすね。だから指を加えて、このセール情報を見ていただいてるかなと思います。逆にお住まいの方の、セールをよくやってる店舗とかね、教えていただけると、この動画のこのコーナーの、週末セール情報のコーナーで紹介することができるので、ぜひね、そんな紹介、店舗ツイッターかなんかで、僕にね支えて教えてください。高橋直樹さん、背中に筋入ったやつ、他の色のストライプシュリンプもありますよってことで、あ、詳しいですね。すごいですね、詳しいですね。金台のシュリンプ、なんでか知らんけど安いんですよね。自分たちでファーム持ってんのか分かんないんですけど、めたくそ安いんですよ。この極平尾ってのも、5匹で548円ってことなんですけど、本当はね、もっと値段するんですよ。真っ赤なエビなんですけどね。これ安いですよ。あとこれ、コリドラス、ロングノーズジュリー。そんな種類あるんですね。コリドラス、ロングノーズジュリー。コリドラスジュリーの鼻が長い版みたいな。可愛いんですけど、普通に。鼻長。新幹線みたいですね、これ。あ、すごいすごい。新幹線みたい、これ。ひげ長。鼻長いっすね。ワイルドで、3匹2500円って。まあ、あれ、ブリードなんでしょうね。ロングノーズシュリン、コリドラスレオパルダスっていう名前でもあるというような感じですね。口長いっすね。口長い。1匹548円。爆安と。安いっすね。本当に。これ欲しいなよ。あ、ロイヤルタッチさん。やってた音符ってことで。やっております。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。ニャーマン紹介さん。明日エビ買いに行きます。いいな。僕、このイエローチストライプシュリンプ欲しいな。あと、極平尾も欲しいな。いいな、明日行くんすか。いや、僕も行きたいな。ネグロも追加したいんですよね。で、ちょっとね、気になってんのが、キャリコ、蝶、これなんて読むんすかね。キャリコ、蝶。芸人の名前みたいですね。
どうもキャリコです。キャリコ超で検索出るかな。あ、すごい、金魚か。金魚ね。これなんて読むんですか。超なわけないよね。なんて読むんですか。蝶の読み方は蝶尾。お恥ずかしい。蝶尾ですか。蝶が羽を開いたような形で尾びれをした金魚ということで、蝶尾っていう、金魚だって。お、すごいね。こんな金魚も奥深いんですよね、多分ね。ハマったら沼るんだろうなって思ってるんですけど、奥飼ったことなくて。うん、金魚やってる人にも、金魚やってる人っていらっしゃるのかな。金魚ね、銀座にある金魚のイルミネーションとコラボしたアートアクアリウムかは見に行ったことあるんですけど、金魚といえばちょっと、あ、なんかアーティスティック的なイメージが結構強くて、うん、金魚自体のこういう、なんつうの、変わった種類みたいな、おしゃれな金魚みたいのを、あんま見たことないんですよね。ああいうところって普通の金魚とか、普通のデメキン、真っ赤な金魚とかを、RGB ライトみたいな、こう、赤い光で照らして、真っ赤に見せて、で、なんていうか、アーティスティックな感じに仕上げてるっていう、光の演出みたいな、金魚の光の演出みたいな、やり方してるんで、皆さん行ったことありますかね。銀座の、アートアクアリウムでしたっけ。あ、これね、これ行ったんすよ。うん、金魚の、なかなかね、綺麗というか、銀座のビルの中にこんな一角があるんだみたいな感じでね、やってましたけど、うん、こんな感じでしたね。まさにこんな感じ。金魚の鑑賞にも RGB ライトって向いてると思うんですよね。特にT90 みたいなスポットライトね。あれ、金魚スポットライト型の RGB ライト使えば、金魚の泳いでる、影とかがね、しっかり出るんで、うん、これ、RGB ライトの T90、金魚使ってる人にもぜひね、おすすめしたいライトなんですけどね。こんな感じのやつなんですけど、どうなんですかね。皆さん行ったことあるのかな。ニャーマン紹介さん、伊勢原か海老名か迷ってますってことで、伊勢原か海老名か。なんか海老名の金台って一回だけ行ったことあるんですよ。何買いに行ったんだっけな。中古品の ADA 水槽とかが置いてあって、海老名の金台には、僕がよく行く青梅の金台は中古品売ってないんですよ、全然。だから海老名が近いってめっちゃ羨ましいんですよね。あそこ行っちゃうとね、海老名行くと毎回盛大っていうより安い水槽を探しちゃうっていうね。ADA の水槽とかがマジで半値以下とかなんで、全然使える、全然綺麗よみたいな水槽が置いてあるんで、本当にね、海老名は毎週行くべきですね。毎週行って、で、まあ、セール品もそうなんですけど、中古品のお買い得な水槽を狙って買うと。ロイヤルタッチさん、ドクターベイトはどうやったら買えるのかなっていうことなんですけど、千尋スのドクターメイトっすよね。あれ、あそこで買えますよ。千尋スのホームページ。うん。で買えますね。届くまでに3週間ぐらいかかるけど、そうっすね。買えますね。
うん、なかなかね、海外のショップって一応保証受けれるんですけど、なんかあの保証品だけを送るのを若干嫌がるんですよね。なんか別の商品を購入したら一緒に送りますとか言われたりするんで、その辺がねちょっと注意が必要ですね。はしきさん、こんばんは。スポットライトなら、シルエット綺麗に見えそうですねって。本当そうですよね。スポットライトのあの揺らぎが出るね感じの RGB ライトって今あんまり世界的に見てそんなにないんですよね。まあだから貴重なのかなっていうのが、うん、ありますね。そうですね。そうそうそう。ロイヤルタッチさん、昨日ブラックビーシュリンプ15匹買ってきたってことで、羨ましい。ブラックビーですって。ブラックビーシュリンプってかっこいいやつですよね、多分。ブラックビーシュリンプ。ビーシュリンプって僕、赤白のバンドのやつしか、買ったことがなくて、しかもそれ、なんかツイッターの企画かなんかで当たったんすよ。うん。それでビーシュリンプを買ったのが、アクアリウムを始めて1年目だったかな。で、2年目の夏に溶かしちゃったんですよ。全部。全滅で。当時は、エアコン管理とかもしてなくて、夏は夏で乗り切るしかないっていう、そんな状態だったんですよね。クーラーボックスとかも当然買ったことないんで、そんなにアクアリウムの設備にお金をかけてなかった時代なんで、夏を超えられなかったっていう思い出がありますね。うん、ビーシュリンプには。ちょっと苦い思い出ですけど、そうですね。気づいたら消えていたっていう、水槽の中からね。そんな失敗をしたことがありますね。ブラックビーシュリンプなんてメタンコ高いじゃないですか。これは、溶かしたら泣いちゃうな。溶かしたら僕泣いちゃうかもしれないですね。そうそう。で、セールのね、情報のちょっと続きということで、キャリコ長尾。長尾だっけ？うん。キャリコ長尾ってのは芸人の名前じゃなくて、金魚の種類の名前ということでね、売ってるというような感じです。あと、ポポンデッタフルガダ。これなんか、年明けからずっと見てるけど、在庫結構余ってんのかな？変な名前ですよね。古畑任三郎みたいな。ポポンデッカフル。旗だっけ、古旗じゃねえな。なんだっけ、古旗か。古旗。ポポンデッタ古旗。もう、ほんと、なんか変な名前ですよね、これ。変な名前なんですけど、尾びれがなんか黄色くてめっちゃ可愛いんですよね、これ。綺麗じゃないですか。これめっちゃ可愛いですよね。これ、可愛いですよね。なんか正面から見たらちょっと金魚みたいですよね。にゃんまん紹介さん、中古は伊勢原の方が豊富かと。あ、そうなんですか。そうなんだ。伊勢原の方が豊富なんだ。知らなかった。伊勢原、金台の伊勢原行ったことないな。今度行ってみようかな。日曜日ね、あんまり遠出できなくて、遠出っていうか、その、なんていうか、うん、そうなんですよ。うん。いや、さっき話した通り、僕、日曜日しか休みないんで、基本的に。そうなんですよ。日曜日しか休みないんで、子供とね、遊ぶ時間が日曜日しかないんですよ。だから、日曜日にね、どっか行くんですよ。必ず、毎週どっか行くんですよ。ちなみに先週は長野行ってきました。うん、日帰りじゃないですよ。長野行ってきて、で、長野の、
長野までは行かなかったんだ。山梨か。ギリギリ山梨ですね。山梨の八ヶ岳の方行ったんですよ。今度ちょっと動画出そうかなと思ってるんですけど。ちょっと知ってる方いるのかな？山梨県に有名な魚屋さんがあって、フィッシュランド石原ってね、これなんですけど、フィッシュランド石原さんってね、有名な山梨といえばここみたいなショップがありまして、そこ行ってきたんですよ。で、ちょっと買い物とかしてきて、で、アカージャーナルとか、なんかちょっと無料で持ってっていいよみたいな感じだったんで、何冊か持って帰ってきたんですけど、それでね、ちょっと今度また動画出したいなと。喉も治ってきたんでね。ようやく。ちょっと動画作りたいなと思ってるんですけど、ぜひね、またちょっと見てくれると嬉しいです。ヤンマン紹介さん。八王子のエビ屋さんも行きますよってことなんですけど、八王子にエビ屋さんあるんですか？知らないな。ちょっと教えてください。八王子にエビ屋さんあるんだ。シュリンプ専門店あるんですかね。ちょっと名前教えてください。中古は伊勢原の方が豊富で、今度行ってみたいなと。ロイヤルタッチさん、エビナは仕事終わりにいつも行くよっていうことで、いいな。いいな。エビナの金田は から近くに、寒川水族館なんか聞いたことあんな。サブ川かな、なんて読むんだろうこれ。なんて読むんですか。サブ川水族館でいいんですかね。ADA 特約店ですって。 FC2.com って書いてあると、なんかいけないサイトを開いてしまうんじゃないかなと、ちょっと今ビクビクしながら開いてみましたけど、健康的なサイトでしたね。大丈夫です。お店の、水族館の、寒川水族館っていうペットショップの名前みたいですね。ADA 特約店ですって。いろんなショップあるんですね。関東最大級、まるで水族館のようなアクアショップ。すごいですね、生態の量が。これは面白そうですね。行ってみたいな。面白そうですね。なるほど。ここ、いいですね。セールとかやったりするんですかね。海老名の金台から近くにあるから、そっちに行ってみてって。植物たくさんあるよって。教えてくれてるよって。高橋直樹さん。海老のかかとさんかな。ニャーマンさん。かかとさんっていうお店があるのかな、多分ね。ロイヤルタッチさん、ブラックビー15匹2300、安くない？めっちゃ安くないですか？安いじゃないですか。ポポンデッタフルカタ、トビウオかもしれないですね。飛びそうですよね。羽ばたいていきそうですよね。これね。水槽の外に羽ばたいていきそうなフォルムですよね。ロイヤルタッチさん、伊勢原の金台、初めてこの間行ってきたと。神奈川県伊勢原市の。海老名より伊勢原の方がいい印象。あ、マジっすか。伊勢原の方がいい印象があるということですね。あと、コメントが見づらい？ごめんなさい。ちょっと、金台の情報隠しちゃおう。僕がコメント見れなくなっちゃった。よいしょ。ちょっと、カメラの位置が。よ。海老名は店員さんが、ちょっと、ね。どういうこと？どういうことですか？これオフレコですかね？
僕海老名の店員さんと話したことあるけど、あの普通でしたよ。分かんないですけど。ニャーマン紹介さん、エビのかかとさんですということで、そんなお店ある。あ、ごめんなさい、寒川水族館だそうです。寒、ちょっと待ってください、はしきさんが寒川って言ってますよ。どっちだ。どっちが正しいんですか。どっちが、どっちでもいいんですけど、全然どっちでもいいんですけど、なんて言ったら恥ずかしくないですかね。エビのかかとさん、ちょっと調べてみましょうか。エビのかかと、八王子、あったあった。ほんと、Google って便利ですよね。エビのかかとさんは、エビの秘密基地へようこそってことで、あ、ちょっと待って。流木、売ってるじゃないですか。ここ、お店の、あ、ちょっと待ってください。ちょっと今、エビのかかとさんっていうのが東京の八王子にあるっていうことで、ちょっと調べたんですけど、ここにね、皆さん見えるかな、流木があるんですよ、お店の外に。これ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 欲しいなこれ欲しいな。浮いてるやつ、これ。これ欲しいな。これいいな。駐車場あるんですかね。まあ、多分あるんでしょうね。ロイヤルタッチさんが行くってことは。あるって書いてあるわ。何？今年春オープン予定のカインズスーパーアルプスのあたりから車で 2,3 分のところにありますということで、これはあれですかね、間接的にカインズかスーパーアルプスに止めてきてねって言ってんのかな。いいですね。エビって奥深いからすごい、なんかなんていうんですかね、僕全然エビチェリーシュリンプ以外買ったことないんですけど、ビーシュリンプも一回買って溶かしちゃったぐらいなんで、ハマると面白そうですけどね。エビのかかとさん、日曜日やってないかも、かーもく日曜日やってないそうです。エビのかかとさん、かーもく日、なるほど。なるほど、これは仕事帰りに行かないと確かにやってないですね。ニャーマン紹介さん、青梅からだと海老名より伊勢原の方が楽ですよ。あ、マジですか。伊勢原大山いいんで。へえ、そうなんだ。あ、そうなんすか。へえ。あ、まあ海老名確かにちょっと遠かったもんな。伊勢原の方が行きやすいんだ。はじきさん、サブカワ、俺が間違えたかも。どっちでもいいっすよね。ロイヤルタッチさん、どこ？八王子？ニャーマン紹介さん、隣のファームやばいですよ。ファームあるの？隣に、なんかここの隣に船田運動広場ってのがあるみたいですけど、この辺にファームがあるのかな？ファームね、きっとそうなんですよね。何ファームがあるんですかね。エビファーム、エビのファーム、隣でエビを製造してて、製造っていうか繁殖させてて、ここで販売してるんですかね。高橋直樹さん、エビのかかとさん、とても詳しく教えてくれます。ブセファランダラも各種置いてます。あ、そうなんですか。何、有名なお店だったんだ、僕知らなかったな。八王子にあるんだ。全然近いから行けるんですけど、八王子のどの辺、これ、あ、この辺か。みんな今コメントいただいてる方は関東ということで、エビのかかとさん、ここにあります。ここここにあります。てっくんおぞみさん、こんばんは。季節限定フレーバーのマカロンも売ってそうですか。どういうこと。ちょっと待って、
待って待って、え どういうことですか。エビ、マカロン売ってないでしょ多分多分売ってないですよね。うん、多分売ってないですよね。あのマカロンはあのここの近所にスーパーアルプスっていうスーパーがあるらしいんですよ。多分ね、あのそこに売ってますね、マカロンは。八王子なんで。八王子は、八王子といえばあのスーパーアルプスっていうあの超有名なね、スーパーあるんですけど、あのイトーヨーカドーぐらい有名なスーパーがあるんですけどこの辺を牛耳ってるスーパーアルプスね。あ、学生の時も何回も行きましたよ。昼ご飯前に行きましたよ。あの高校が目の前アルプスでね。あ、そうなんですよ。僕はあのプロフィールでもどっかのプロフィールでも紹介してるんですけど、八王子にある高校行ってたんで、そうなんですよ。この辺だったんですよね、ちょうど。この辺の高校行ってたんですよ。そうそう、あのちょっと変わった高校でね、高校5年間いたんで留年してたんかっていうねあの高校5年生とか言うとはって言われますからね、たまにいや、まあ紹介したの、あ、店の横に駐車場ありますよってことで、あ、チェリースリンプ、セリーすごいですよって、あ、ほんとっすか、行ってみよう、八王子ね、今度、ここ、エビのかかとさん、ここ行ってみますよ、うん。忘れずにね。どん兵衛さん、溶岩石、楽天の専門店から今日届きましたってことで、あ、こんばんは、どん兵衛さん。よかったです。あの、溶岩石、のんべえさんは、先週コメントいただいて、ライブで。で、溶岩石の、なんか砂利というか溶岩石を探しててっていう話をしてたんですけど、僕も溶岩石を探してた時期があって、その時に安い溶岩石をどうしても手に入れたくて、で、溶岩石専門というか、なんていうんですかね、石屋さんというか石材屋みたいなところで、溶岩石、浅間溶岩石とかを大量にキロ買いできる、30キロとかで買えちゃうあのお店があるんですよ、ネットで調べると。そういうとこで買うとクソ安いっすよっていう話をしたんですけど、本当に頼んで、実際に届いたということで、あ、良かったです。なんか僕なんかの情報がお役に立てて、ニャーマン紹介さん、台湾とドイツと絡んでてすごい。台湾とドイツと絡んでてすごい。マカロンの話かな。多分。ニャマン紹介さん、スラベシここで買ってますよ。あ、マジっすか。あ、そうなんすか。スラベシ、あの、コメントいただいてね、スラベシ買ってるってことで、軟水化計画の、コメントで、いただいてたんですけど、スラベシを、買うのに、純水を使ったら、非常に難しかったってことで、で、水の管理が大変ということでコメントいただいたんですよ。めちゃめちゃ気使うエビらしくて。あ、こんなとこで売ってるんですね。八王子で売ってるんだ。全然知らない、あれでしたよ。シラウエシウリンプいつか買いたいってことで、高橋直樹さんね。シラウエシってかっこいいっすよね。シラウエシ、シュリンプ、ちょっと見たことない方に画像ね検索しますと、こんなかっこいいエビなんですよ。これ見てかっこいいっすよね。これはかっこいいっすよ。このエビ調べしいいっすよね。これは高そうでしょう。うん、高いよきっと。
調べしはちょっといくらするのか調べないでおこうかな。あーかっこいいですね、こういうエビね。いつか飼ってみたいですけどね。エビがうまく飼えると、あ、値段見えちゃった、やばいやばい。1匹1200円だって、ひょえー、すごいな、かっこいいな。エビこの触手の長さ、触手じゃねえや、触角の長さがかっこいいっすね。白くてね、赤生えますね。青もいんの？すごいね。青の白石もいんの？あ、エビのかかとさんのマーク入ってる。あ、なるほどね。有名なんですね。ちょっとセール情報終わらしちゃおうかな、こっち。アフリカンランプアイ、最後、これで終わりなんですけど。10匹で308円。はい、終わりでーす。コメント返して、配信終わろうかな。ロイヤルタッチさん、大阪のトールマンに行ってみたいですっていうことなんですけど、僕もめっちゃ行きたいですね。大阪の、めっちゃ行きたいですね。うん。大阪のトールマンめっちゃ行きたい。いつか行ってみたいなと思ってるんですけど、なかなか大阪行く機会ないんですよね。名古屋はあるんだけど、大阪までは行かないんだよな。USJ 絡めて行きたいですね。大阪行くってなるとちょっとやっぱ旅行になっちゃうんで、そう、旅行なんですよ。僕地元北海道なんですよね。そうそう、個人情報バンバン言ってますけど、僕ね、地元北海道なんですよ。北海道にだから定期的に帰るんですけど、ね、長い休み取るときあるじゃないですか。夏とかお盆休みみたいな、さすがに 夏休みはあるんで、北海道行っちゃうんですよ。だからね、大阪行く機会ってほんとないんですよね。だから、トールマンさん、マジで羨ましいんですよね。近くにある人。あと、関西近郊で結構有名なショップあるんですよね、きっとね。セールとかも結構やってんのかな。僕、関東近郊のツイッターしかフォローしてないんですよ。だから、関東以外のお店のセール情報って僕全然わかんなくて。で、皆さん、多分見てくれてる人って、関東近郊に住んでる方か、本当に僕のことを、僕のこの YouTube 気に入って見てくれてる人の、多分、方だけだと思うんですよ。このセール情報、ちょっとコアなんで、このセール情報の発信に関してはクソコアなんで、このクソコア動画を見てくれてる方は多分相当限られてると思うんですよね。で、まあ、ちょっと、まあ、間口広げたいなってことで、別のね、地域の、セール情報とかも出せたらね、面白いかなと思って、いろんな地域の人がチャンネルに来て、で、こんなのやってますとかね、そういうような話ができたら楽しいだろうなって単純に思ってます。なので、東京以外のセール情報のある、こんなセール情報ありますよとかね、Twitter とか教えてくれたらフォローして定期的に僕が、巡回して監視するようにします。エビ天狗さん、エビ天狗の方なので、エビに関してはここのエビのかかとさんが一番かと思います。ああ、そうなんだ、エビ天狗の方なんだ。ちょっと僕のなんていうか知らない単語が多いですね。エビ天狗さんっていう、お店があって、で、観賞エビの専門ファームということで、
台湾、ドイツ、日本の3カ所で1300本のタンクを用いて生産と卸をさせていただいてます。あ、そんなすげえ組織があるんだ。いろんな仕事があるんですね、本当に。こんなファームあるんだ。いやー、すごいね、この規模、すごい規模でやってますね。あ、そうなんですか。そこ出身の方なんですね。すごいですね。ロイヤルタッチさん、調べすら手が出ないんですな。手が出ないなーってことで。手出ないよね。僕も全然手出ないですよ。出ない出ない。もう1匹1000円超えるとか無理よ。本当に、生態で。ヤマトのウマエビが限界っすよ、僕の中で。そう。うん。そうなの、やっぱね。そう。アクアリウムに使えるお金って限られてますからね。人それぞれ、多分上限金額っていうのが、あると思うんですけど。うちね、小遣い制じゃないんですよ。小遣い制じゃないんで、使えるんですけど、使うとまずい。家計出品になっちゃうんで、ちょっとね、そこがね、なかなかね。ニャンマン紹介さん、つまつまたまらないですよってことで、たまらなそうですね、つまつましてたら。これかわいいっすよ、調べし、このエビつまつましてたらかわいいでしょうね。これはうまく買いたいですね。これ憧れっすよね、こういうかっこいいエビ。本当にね、これは憧れですよ。ああ、買うことがね。ニャンマン紹介さん、トールマンさんは6月の決算セールがお得ですよ。あと3月の9時の時がお買い時かもってことなんですけど、ネット販売でも9時引けるんだっけな。どうだったかな。決算6月なんですね、トールマンさんは。そうなんですね。なるほど。まあそんな感じで、トールマンさんで、セールやるということで、ツイッターでトールマンさん、フォローして、あれしてみたいと思います。トールマン。セールの情報とかね。できたらいいな。トールマンさんの。トールマンさんの、ちょっと後で探してフォローしておきます。ちょっとセール情報とかあったらね、流してみようかな。ちょっと。はい。ということで、ウェブキャプチャーは終了です。青いのは4万5千?4500円かと思った。ちょっと桁が、4万5000円ですね。嘘でしょ。そんなすんの、この、嘘。青いエビ、これ。4万5000円すんの、嘘。すごいね。マジか。4万5000円。やばいね。これ持ってたら水族館開けますよ。すごいね。そんなすんの？レアなんだ、この青いエビ。あ、ウェブ閉じてた。これこれ、この青いエビ。4万5000すんの？驚き。ロイヤルタッチさん、ブセファランドラコレクション17種類まで増えた。あ、すごい。おめでとうございます。17種類もそんなに変えて、すごいですね。ブセファランドラをちゃんと種類を管理できてるっていうところもすごいです。本当に。うちの水槽、お見せしたいですね。管理どこじゃないですもん。ただ生えてるだけですからね、うちのブセファランドラ。ブセファランドラの水槽完全に放置してるんで、
元気に育ってんですよ、これが。でも種類が分かんないですよね。名札ついてたんですけど、もう名札外したら分かんないですよ。エビじゃねえや、ブセの種類もう分かんないですよ。ブセの種類なんて、名前さっぱり分かんない。この辺にね、僕のこの90センチスリム水槽、今このちょっと今レイアウト改造して、手前にねブセファランドラだらけになってるんですけど、このブセファランドラの名前すらも覚えてないですからね。なんとなく綺麗だから植えてるっていうだけなんですけど、だから増えても売れないっていう名前がわかんないから売れないし、ブセファランドラ SP なんとかっていう、ブセファランド SP 何かって僕呼んでるんですけどブセファランドラ SP 何かなんですよね、うちのブセファ全部南蛮村海さん、赤いのから生まれるみたいですってことで、シュラウェシの、青いエビは赤いシュラウェシから生まれるってことですね。マジか、そうなんだ。レッドビーじゃねえや、レッドチェリーシュリンプからブルーベルベットシュリンプが生まれる的なそんな感覚っすかね。全然想像つかないんですけど、本当にメタンコレアなんでしょうね、きっと。シュラウェシのね、ブルーサファイアとかなんかいろいろ種類あるみたいですけど、はい。ということで、そろそろね、ライブね終わりにしようと思ってるんですけど、まあ今日はちょっと、じゃあこの映像でこの映像でこの映像を流しつつ、ライブ配信を終わろうかなと思ってます。ロイヤルタッチさん、ブセファランドラゴジラの種類だけで5種類です。ゴジラにも、種類あるんですか。ゴジラなんとかっていうあるのかな。マジか。ヤーマンスヨカイさんも50種類以上水槽にあるけど名前わかんないってことで、わかんないですよね。金の目はまだ高いですって。金色の目のエビがいるってことですか。あ、このズースクエアね、名古屋とか、あと静岡とか、その周辺にあるズースクエアっていうお店、ショッピングセンターみたいな、ズースクエアっていうなんかところがあるんですけど、そこすげえ組織培養とか、なんか特にこの高倉店みたいなところが、めっちゃいいって以前コメントいただいたんですよ。ここも行ってみたいんですよね、ズースクエア。うん、そうなんですよ。まあそんなわけで、じゃあ、今日の配信はまあここでおしまいということで、このね、今日はシュラウェシシュリンプの、ボクサー映像で、今日はお別れということで、皆さん、今日はこのシュラウェシのね、ボクシングをしてるかのようなこのふざけた映像で、お別れしましょうということで今宵も皆さんコメントありがとうございました。明日土曜日なんでちょっとライブやろうかな。明日はやろうかな。うん、そう、明日はトークテーマを設けてやろうかなと思ってます。今日はね、週末セール情報ということで1時間ぐらいね配信させていただきました。内容はミジンコのような、大した内容じゃないですけど、皆さんがコメント、いただいたおかげで、とても楽しいライブ配信になりました。ありがとうございます。ということで、僕からはこの白石市の、ボクサー映像を最後にね、今宵のお別れをしたいと思います。それでは皆さん、おやすみなさいおやすみなさい。ボクサーです。
ね、はい、ボクサー、僕もボクサーしてますから。それでは皆さん、また別の動画でお会いしましょう。今日はありがとうございました。